同時成功にギブアップを取るか。最後は中田選手が中尾を打ち下ろします。チョップ合戦、ジャンボキック、竹内さん、間近から見えるんですがね、このプロレスの3本のロープ、その3本のロープからレスラーたちの汗が滴り落ちてますよ。そうですね、それだけの熱湯なんですよね。さあジャンボ、エプロンの小走り、ラリエット、宙吊り、小走が宙吊りだ。そこを使う上が、机を持った、上地の菊池が引き離した、ダメだ。古傷の右の膝、壮絶な試合になりました。菊池が田植えを文字通り引き離します。壮絶な試合になりましたね。田植えの攻めも相当今日は荒っぽいですね。荒っぽいですね。確実にこの成長度合いが放送席伝わってまいります。さあ小橋が今やっとロープのセカンドロープの間から抜け出ることができました。菊池がサポートをいたしました。さあ長期戦になっていくのか、この45分の一本勝負セミファイナルであります。まあ、鶴田太陽組としましてもこの後、三沢川田がハンセンスパイビーに挑戦する世界卓がある、まあ、自分たちは武道館で取れなかっただけにメインに食われてなるか、そういう気持ちはレスラーあるでしょうね。セミでメインを食いたいところですよね。そうなんでしょうね。さあジャンボ鶴田、小橋の足を破壊に行きます。今度は菊池につきまして小橋がロンリーバトルの状況になっています。さあボストンクラブ、馬場さん、この三沢選手が鶴田のことを評してこんなことを言うんです。鶴田選手には腰の粘りの良さがあるという、これはどういうことなんでしょうか。粘りの良さと言いますかね、この1メートル90